いよいよいよい、はい、よいしょよいしょよいしょ、よちゃんごきげんよう、ゆらちゃんやっほー、でいけさ、お、あみたんお疲れかいな、やっぴー、こんばんは、こんばんは、まひのさんもこんばんは、あみたんこんばんはです、かいさん、うちちさん、こんばんは、ありがとう、お疲れ、お疲れってありがとう、そいぽんさん、お疲れ様です、お疲れ様です、あ、今すごい今ちょっと準備が追いついてなくておりますここに、こんばんは、こんばんは、こんばんは、西武三条おばんです、西武さんだるまありがとう、音がでかい、よいしょ、いっちゃんハートありがとう、おばんでーす、こんばんみー、みなこさんこんばんみー、セルさんどうも、トゥデイこんちゃ、はじめましてじゃないけどはじめましてありがとう、いやーよかった、元気ですよ、9月1回配信したんだけどちょっとまた配信できてよかった、これはきっとこんばんは系の挨拶だろう、これはこんばんは、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 いっちゃんハートいっぱいありがとう、星もありがとう、すごい輝いているよここら辺が、たかさんやっほー、よしさんこんばんは、なべさん初見じゃないね、初見じゃないけど初見です、前回見れて、あらよかったわ、いいね、ゆうやんさんこんばんは、こんばんは、みーちゃん、いられさんもこんばんは、みーた、こんばんは、こんばんは、サイドさんバラありがとう、ともひろさんかわいいいっぱいありがとう、なんかこれかわいいね、初めて見たかもしれない、ありがとう、初見です、そんなはずはない、そんなはずはないだろう、あれ頑張れそうなのかじゃあ頑張れだきっと、あら嬉しいわ、もう初見詐欺、初見詐欺ダメよ、みんな初見じゃない、みんな初見じゃない、俺も初見じゃないよ、もうダメダメダメ、よっちゃんサイドさんもかわいい、ありがとう、嬉しい、ファイトファイト、ありがとう、ファイト一発、最近リポビタン D 飲んでないわ、初見じゃないです、そうだ、そう、この服かわいいでしょすごい着やすいし、こういう服お気に入り、なかなか言い出せそんなはずはない、あれゆたごんさんこんばんは、とても久しぶり、初見嘘ですもう、あ、サイドさんだるまありがとう、セミさんバラありがとう、バラバラバラ、ともひろさんめっちゃ可愛いだって、ありがとうこれも初めて見たかも、ありがとう、アラプさんこんばんは、どうもどうも、ね、寒くなってきたね、今日すごい寒い気が、まあ、寒い寒かったねいやなんか、まあ、寒かったっちゃ寒かった、ね、私はあの気温的には夏より冬の方が好きですね、そう、あの雰囲気的にはやっぱ夏が好き、あのなんか暑い雰囲気ね、でも実際に暑いのはちょっと苦手だ、やっぱ夏はね、日が出てるからね、日がなければいいんだけどあ、トゥデイトゥデイだるまありがとう、タカさん、パンダじゃない、タヌキだ、タヌキありがとう、お月見の季節だねってこの前しめちゃんと話してたんだけど、
お月見っていつなんだろうね。あ、過ぎたんだ。新しくは、そっか、かわいい。母ちゃん元気だよ。テニスいいね。最近はバドミントンばっかりだよ私は。体育の授業。やっぱ日差しが出るとまず体が熱くなるし、汗もかくし、クーってなるからね。それとかはね、冬の方が好きなんだけど、夏はね、なんか燃える、心が燃えるというか、なんかそういう気分になれるから好きだったりもする。で、過ぎたんだね。あっという間。なんか結構な、小学生の頃かな、お月見してたからさ、もう最近そういうのないから全然わかんない。いやいや、でもちょっと私って結構その言動とか、あの顔とか全てにおいてちょっと年より下に、あのガキンチョに、今もガキンチョだけどさらにガキンチョにね、見られることが結構あるんだけど、なんかこういうの、こういう時間を気にしなくなった、なんか行事をあまり気にしなくなったのは、もしかしたら少し成長じゃないけど、なんか人間の進化をこう得てるどこなのかなって勝手に思ってる。きっとね、ハロウィンとかもね、知らないうちに過ぎてそうで怖いわ。いや、ハロウィンは大丈夫かな。いっちゃん、だるま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 、ありがとう。なんかやっぱ冬のね、凍える感じが好き。あの寒いのが好きっていうわけじゃないや、まあ、寒くもなくて暑くもないのが一番いいんだけど、なんかその凍えながら布団に入るとか、布団が好きなの。そう、やっぱ夏はさ、布団に入らないじゃん、暑いから。なんか寝ててもちょっと暑いみたいな。冬は布団に入りながらあったかい、幸せってなれるから冬がいいね。あら、いられんさん、ハート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 、ありがとう。そう、なんか日々進化してるのか、単に記憶力が低下してるのかわかんないけどって勝手に思ってる。冬って美味しい。冬って美味しい。何？あら、ただいま帰宅、お疲れ様です。ありがとう。夏のエアコン19度ってなかなか効かないね。めっちゃ寒そう。夏だけど。こたつはいいよね。冬になるとおばあちゃん家かな、こたつが出て、こたつはいいね。家事しよう、あ、そう、昨日ちょっと見たねえ、ちょっといつかね、呼んでいただけるように。何しようかな。ハカスタネットで行こうかな、鼻リコーダーとデュエットでねえ。ココアはやっぱり森永。仲を改善。いや、別に仲がそう不仲とかじゃない、全然そんなことないよ。本当にカジさんはね、もう素敵な先輩なの。
そう、森永といえばニーナちゃんですね。昨日の昨日発表があったんだけど、ニーナちゃんが今年のミスインターナショナルのなんかファイナリストに選ばれたということで、やばいよこれ、もう大事件だよ、事件事件がないもうこれはね一大事ですよ。でなんかちょっとまだ全然わかんないんだけど、なんか10月か11月かわかんないけど、なんかホームページ開設されてて、なんか投票とかもなんかインスタグラムができたりとか、なんかいろいろするらしいから、みんなぜひねチェックチェックチェックして、今こそ団結するだけそうだからね、ぜひみんなチェックしよう。やばいよやばいよ、にえ、なんでなんで、いやどうすればいいんだろう。竹原さん花束ありがとう。いやアミタは応募しても真っ先に落とされてたと思う。まずあの座高の高さで落とされるところから始まり、顔も薄くて落とされるダメですね。シシさんだるまありがとう。だるま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 、そうで、この前ねあのニーナちゃんにあれで足のなんかスタイルのよく見えるポーズの仕方を教えてもらったから、ちょっと新しくジャケ写変わった時に私のポーズ見てみてねすごいポーズしてるかもしれんから。しんさんハート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 ありがとう。座高審査あったら受かるよあの最近はあれだね、全員ショールームをあの8人全員でショールーム配信することが何回か、9月も2回かなあって、それでまあ4-4で座り位置を決めるんだけど、私絶対後ろなるよなんかそのこの前配信したの2回目だから座り位置変えよっかとか、こうやってバラバラやってたんだけど、私が前に座るとすごいあのバランスが取れなくなっちゃって、いや見た後ろの方がいいかもみたいなそう本当にミス座高は自信あるわ。アランポ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 ンプシーさんありがとう。ウォルさんこんばんは。そうそうなんだよね、やっぱ座高、座高ってね、私今まで座高が高いって言ってたけどそこまで気にしてなかったんだけど、意外と不便なこと多いなと思ってねえ、座高って大事なんだね。あ、チャッキーこんばんは。あれじゃん、コジ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 、かわいい。チケットチケットまだ送ってないです、これから送ります、皆さんにね。よかったら今もねあのショップのカートの方から11月4日の恵比寿リキッドルーム単独公演のチケットが購入できるのでね、少しでも気になった方はぜひお待ちしております、待ってます。仮面ちゃんこんばんは。サイズさん音符ありがとう。そう雑魚びっくりした本当に。え、今もう雑魚なくなったんじゃないかな、あの身体測定とかの雑魚がいつからかなんかなくならなかったっけ、雑魚を測るのって意味なくないみたいななってなくなった気がする。確かに雑魚を測るのって意味ないんだよ。何なべさん、やばい、なべさん
がとうありがとう。嬉しい。なべさん、なべさん嬉しい。愛と私の愛と愛、愛と愛を込めてメッセージ書いてお送りします。ザコネ、ありがとう、嬉しい。そうなんですよね。ねえ、ぜひ来てほしいです。行けるかわからんけど嬉しい、嬉しいよ。あ、ねえ、そう、11月4日は単独公演がね、恵比寿リキッドルームであるので、ぜひ皆さんもお待ちしております。ありがとう、なべさん、なべさん、なべさん嬉しい。あら、いやでもありがとう。そう、事前のなんていうんだろう、先行発売とか現場での手売りとかもあるんだけど、本当にね、感謝しかないよ。ねえ、ありがとう。そう、座高はね、測る必要ないよ。私小学1年生からずっと座高測っててさ、なんか全然気にしてなかったけど、座高って測る必要ないよね。身長と体重はなんかわかるよ、その成長みたいな。でも座高を測ろうって、これ絶対足の長さのさ、そう、座高を測ろうって単にイコール足の長さ測ってるようなもんじゃん。そう、座高はもうね、最初からいらなかったよ。誰が考えたんだ。大体の人ってさ、身長高ければ座高も高くなる、なんか比例するみたいなのあるじゃんそう、だから座高を測る必要ないよねっていう。そうだよ、私身長は小学生の時ね、身長は割と高い方ではあったけど、一番高いわけじゃなかったの。でも座高が誰よりも高くて、私やっぱさ、身長がさ、クラスで一番高いとかだとさ、嬉しいじゃん。で、私座高が誰よりも高くて嬉しい、嬉しくて、その時座高がまだ足短いとかそういうの知らなくてで、めっちゃ笑顔で母ちゃんに、なんか今日座高上がった、座高一番高かったみたいな、喜んで帰ってきたの。そう、そういうことがあったのよ。まだその時の私は何も知らずに。だからね、座高はいらない、座高はいらないよ。初見じゃないよ、みんな、みんな初見じゃない、そんなことはない、志望さんは初見じゃないいや、見に来てくれてありがとう。ゆりあちゃんと一緒にさ、そう、にきちゃんにロケットサイダー踊ってみたっていう動画を上げた時に、一番最初ゆりあちゃんと私が背中合わせで座ってるんだけど、なんかすごい身長差みたいな実際身長差どんぐらいあるんだろう。ゆりあちゃん145だから、まあ、10センチ、まあ言うても10センチぐらいあるんだけど、なんかそれにしてもすごい身長差がひどいのに、座ってこうやってやってるとでその撮ってくれる方がいるんだけど、もうずっとさ、これもうちょっと背中丸めた方がいいですかとか私なんか背高いですよねめっちゃ言う、めっちゃね、やった。あとサムネ撮る時も普通にこうやってなんかこういう感じであぐらかいてるっていうのかなこういうサムネになってるんだけど、一番最初撮った時なんか私だけすごいでかいみたいなで、ちょっと何回か撮り直してもらってあれになったんだけど、そうだね、デコボコ、デコボコだね。座るとさ、そんなに違う、マジやばいよ。そう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 、まー、あ、ちゃんさんはまあ2期の中で一番背が高い、170ぐらい
あるんだけど、私今150センチ差ぐらいなんだけど、座ると身長差ない座ると身長一緒もう事件だよ、事件、事件です。見れなくなった、え、そうなんだ。なんか言ってたよね、機種のなんたらでみたいな。え、でもよかった、それは。じゃあ今日から見まくってください、ぜひ。タカさん、タコありがとう、タコありがとう、トコありがとう。え、158か、一緒じゃん。確かにそんな気がしたかもしれない。158です。ザコはいや、雑魚ね、本当に。まさかこんな雑魚に困ると思ってなかったよ。え、雑魚の高さは誰にも似てないですね。なんか普通、みんな普通みたいな、長すぎず短すぎずみたいな感じだったから、ちょっとこの雑魚はどこの遺伝子から来たのか分かんないねそうなんですよ。ねえ、でもやっぱ足が長い人は羨ましい。なんだっけ、なんか履いた時にね、あれかな、ピンクの衣装かな、なんかあのピンクの衣装があるんだけど、腰にねこういうなんか帯みたいなキラキラのを巻いてるんだけど、あれ多分さ、本来は腰に巻くものなんだけど、私すごいあばらに巻いてるんだよね腰に巻くとあのバランスおかしくなっちゃうから、ちょっとキュッてあばらに巻いてんだよね、あれ結局踊るとさ、なんかパッチンがあるんだけど、そうパッチンの位置で止めちゃうとダメなのよ。だからちょっと上にギュッてパッチンつけないで上にギュッてやって、だからあのステージ出てきた時は普通のバランスなんだけど、踊ってるうちにだんだん足が短くなっていくっていうシューンって落ちてきちゃってあんた絶対ズボン衣装任せてもらえないよ。え、多分私ね、そう結構最近っていうか、あの2期はそうだね、ズボン衣装とスカート衣装に分かれることが結構増えたんですけど、あの私ズボン衣装を一回も履いたことがなくて、なぜかっていうと多分あの股下のズボンってそのままズボンじゃんあれが分かる、見えるから、もしかして私これ足のなんか目立たないようにスカートなのかなそんな気がしてきたよ。そうワンピースだったらさ、どこに腰があるか分かんないけどさ、ズボン履いちゃうと腰の位置分かるじゃん。だから私もしかしたらね、ズボン衣装は一生着れないかもしれない。いやでも本当にね、この優しさ本当にそうで、実際そうだよね、あのチェック衣装もピンク衣装もそのリコさんがデザインしてくれた衣装で、あとデニムも、そっかデニムもリッコーさんがあれは作ってくれた衣装で、リアウィナーはあれは違う、あれもスカートだけどやばいね、やばいよ。でもこの前なんか2期内で衣装交換したいみたいな、特にあれだね、ビーロンリートゥギャザーの衣装とかはみんなデザインが違うから、なんか交換したら面白いんじゃないかみたいな話をしてたんだけど、なんか私ね、カジーさんの来たらみたいな言われたんだけど、あれ来たらやばいかもしれない、もしかしてあれなんかどう足りなくないってなるかもしれない、着れないかもしれない、ちょっとどうしよう。あら、なみさん、タコありがとう、タコいっぱいじゃん、トコ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 、ありがとう、タコ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 、
そうだから、そうこの前は結構その話でよしこうしようこうしようみたいな言ってたけど、無理かもしれない、もしかしたらズボン、私ズボン履けないかもしれない問題。お人形全然お人形じゃないけどね。ね、そんな感じだよ。ね、でも衣装交換はね、いつかしてみたいね。私ズボン NG やばいよね。でもそう、衣装交換も面白そうだなって思ったね。昨日、おとといライブでしたね。おとといだね。そうですね、最近のアプガニキはおととい渋谷エッグマンにてスリーマンライブがありましたね。この日は本当は千葉のバスツアーに行く予定だったんですけど、台風の影響もあってちょっと千葉バスツアー難しいってことになってしまって、バスツアーが中止になって、まあ渋谷でのライブだけってことになっちゃったんだけど、そうですね、この日もねわざわざ来てくれた人もいて本当にありがたいって感じでしたね。この日めっちゃライブも楽しかったし、なんかやっぱ千葉行けなかったの残念だけど、もうねまた千葉に美味しいものとか食べに行きたいし、千葉がね一刻も早く元気になってくれればって思います。バスツアーでも本当に神奈川バスツアー神奈川でもなんかその第1回目で福島バスツアーをやった時に、メンバーの地元他どこ行きたいみたいな、なんかどこ楽しいかなみたいな話になった時に、神奈川ってどこ行くみたいな神奈川バスツアーって行くところがないかもしれないって思った。なんかバスじゃなくてもいい気がする神奈川わかんないけど、やっぱあれかな、東京から近いからさ、バスでの移動距離がそんなないのかもしれない、もしかしてね。えでも本当停電とかも結構聞いてたから、結構大変な状況だと思うけどね、え一日でも早く元気になっていただいて、またその11月かなに改めてバスツアーしようっていう話にはなっているので、その時元気な千葉県とバスツアーをね満喫できたらなと思います。んー、神奈川バスツアーだとやっぱ横浜になるのかな。でも私はね遊園地に行きたい、遊園地、あそれも横浜か、読売ランドじゃないコスモワールド、あれ読売ランドってどこだっけ、神奈川だっけ、あれ神奈川っぽくて神奈川じゃないんだっけ、したらあそこ行こう、なんだっけコスモワールドコスモワールド行こうみんなで。でも大仏巡りか、でもね鎌倉の大仏巡りはね小学生の頃かな行ったからね、なんかせっかくだったらめっちゃ私個人のあれになってしまうんだけど、なんか違うとこ行ってみたいな、せっかくだし。やっぱ鎌倉とかか、私は神奈川出身なんだけど、牛久大仏見に行ってこい、牛久大仏って神奈川なの？違うわそう私は神奈川出身なんだけど、
あんまり自分の家から出てどっか行こうっていうのがないからでも神奈川なんか巡ってみたい。私も全然知らない面白いとことかいっぱいありそう。小田原城、阿弥陀仏レグ箱根で温泉。温泉ってでもさ全然なんかみんなで一緒感ないよね。茨城、高校、でもなんかさ、これはないけど文化祭とかみんなで行ったら楽しそうだな文化祭、やっぱ高校生といえば文化祭みたいなとこあるからねえ。キャンプ、丹沢、チョコミンタくんの故郷、新倉家から島崎家橋渡り、綱渡り、なんだ、文化祭、大仏。大仏はね多分もう面白くない気がする。私の絵って多分ねなんか面白くないのよ。上手くもないし下手でもないみたいな、なんでもない絵になってしまいそうだな。大仏っていうのは大体ね、大仏っていうねイラストはねワンパターンなんですよ。で大仏だもん。ピアスつけとくか。あれもせっかくだからちょっとリアリティを入れてこっか。あ、待って待って、またセント君とかやれそうだな。あ、またセント君になりそう。どうしよう。なんかな、誰かに似てるんだよね。なんか誰かに似てる。足どうしよう。足これか。手もない、どうしよう。ちょっとこれか。こんな感、なんかあんま変わり映えしないでしょ。大仏ってねなんかあれなのよ、ワンパターン大仏はね面白く描くのは難しいね。これは一般的な大仏ですね。でそのさ、ビーム出そうなとこなんなの。大仏って大体なんかさあるじゃん、頭に丸いの。あ、これピアスはあえてつけました。ちょっといつもね同じだとねちょっとあれなんで。ピアスついてるでしょ。カレー作る人なんで頭にオレンジつけてる。え、じゃ頭はこれいつもついてるじゃん。だからそれ何なの。いや、わかんないよ。大仏にはこれがついてるんだもん。これお決まりだから仕方がない。あ、そっか、大仏ってジャパニーズか。あまきに、確かにちょっと目パッチリさせすぎたかな。もっとなんか半目みたいな感じでもよかったかもしれない。
半目にしてみようか。あ、でもこれもなんか違うかも。なんかただの人になっちゃった。薄め、薄めなこうか。なんかこう、怖くない？あの、まる子ちゃんに出てくるやつめっちゃ見える。いや、神奈川バスツアーは大仏巡りにしよう。やっぱね、実物をね、もう一度よく見て。実際大仏見に行ったけど、何見に行ったか覚えてないから実物をね、見た方がいいが。デブ作え、美術部だよ。中学校はずっと美術部でした。でもね、中学校の美術部は変だったね。席、尊いありがとう。尊い。尊いありがとう。まあ、こんな感じだね。でもそう、中学の美術部はね、本当に不思議だった。なんか最初は結構自由な感じで、わちゃわちゃやってたんだけど、あの、私がちょっとあんま行けなくなっちゃった時期があって、あの、ちょっと他のことで忙しくて、で久しぶりに、あ、部活行けると思って行ったら、なんか前は結構その自分の好きなもの、まあ、自由課題みたいな感じで書いてたのに、急にあの部室のど真ん中に、あの、石膏みたいな、なんかこういうさ、こういう人いるじゃん、あの、よく美術で出てくるこういう人がドンって置いてあって、みんなそれに向かってこうやって書いてて、めっちゃ怖かったそう、思い出、私の中学校の部活での思い出、めっちゃ怖かったね、あれは。わかんないけど、あの、ちょっとパーマかかってる男の人が、結構こういう仏像みたいな、石像かがもうドーンって置いてあって、みんなそれを一点に見つめて、こう円になってさ、何してんのかと思ったよね。多分それが、あの、それが本当の美術なんだろうけど、あの、あまりにも自分が行ってない間に、あの、路線変更しすぎてて、めっちゃびっくりした何部かと思っちゃったもん。懐かしい。うん、わかんない。あ、わかんない、何像なんだろう、あれは。すごい彫りの深い男性の方でしたね。あら、残業お疲れ様です。お疲れ。なんで目からの。お疲れ様いや、でもね、私のね、知っている美術部ではなかった、あれは。結構その自由に自分の好きなものを描けるみたいな、そういうね、とこで入ったんだけど、気づいたらああなってたね。びっくりよ。あ、でも確かになんか顧問が変わったのかな、顧問の人が。全然覚えてないけど、そんなこともありました。配信前、え、化粧してるよ。え、してるように見えるいつもね、よく2期に入ってからよく言われるようになったのは、すっぴん。そう、撮影前とか、取材の撮影の前とか、あれ、あ、見た、今日すっぴんじゃないみたいな。そう、なんかもともと顔が薄いせいもあるのか、結構メイクしててもなんかすっぴんに見られがちなんだよね。
あれ星集めに来ました、アイさんかな、ありがとう、ぜひ星をプリーズ違うフォーユーします、ありがとう。ん？誰が誕生日だって？今日9月18だ。おめでとう。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア立花さん、ハッピーバースデートゥーユー、イエーイ。いや誕生日の日まで残業お疲れ様です。いやおめでとうございます、イエーイ。いや今日は自分の誕生日でもあり、残業お疲れって気持ちも込めてコンビニで美味しいケーキを買って帰りましょう。あら待って、誕生日だらけじゃん、先に言っとくわ、おめでとう。そうゆっちゃん、ちょっともしかしたら配信できないかもしれないから、この9月、よっちゃんもハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアよっちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、イエ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 イ、おめでとう、イエイ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 。やっぱね誕生日はね年に一度しかないから、誕生日の日ぐらいなんか特別なことしよう。そういえばこの前お兄ちゃんが誕生日だったんだけど、最近お兄ちゃんなんか家を出てって、あの なんていうの一人暮らししてるんだけど、めっちゃね家で話してた、なんか一人でさなんかコンビニでお寿司とか買って一人で食べてそうみたいな話をしてた、今日のご褒美とかってね。私14歳、でも14歳には見えないよ、なんか大人っぽいもん、羨ましい、おめでとうございます。10ヶ月よめっちゃ後じゃん、誕生日、おお、さきひこさん、いいね、ライブ来てくれますか。あんたさん自立したんのかな、なんか一人暮らし始めてた、もうこの前突然帰ってきてまた家に帰ってった。3倍、6 18、いや計算できないからあれだ、ん、いや計算で分かんない。そう、でも誕生日は本当に年に一度しかないから、誕生日ぐらい美味しいもの食べましょう。いや最近はね電卓を使いすぎてもう頭で計算しなくなっちゃったね、もう時代が流れていってますよ。昔はだって電卓って言ったらさ、こういうさ100均で買うような電卓使ってたからさ。まゆみさんこんばんは、こんばんは。そう、そういえばね、もうすぐあれだよ、なんだっけ、 iPhone 新しいのが発売するけど、あのなんだっけ、カメラが3つあるやつ、もうやばいよ、時代のこの流れが早すぎて私はついていけないよ。ねえやばいよね、あのカメラ3つあるやつ、あれなんで3つあるんだよ。わかんない、わかんない、本当にな、何用とかあるのかね、なんかなんだろう、何用、なんだろう、3つ
3つカメラ3つなんだろうね、普通に撮る用と人撮る用、景色撮る用、物撮る用みたいな、あれなんだろうね。それかなんだろう、わかんないなんでカメラ3つあるの、あれ3つもあって、あー確かに確かに嵐一さんだるまありがとう。いや本当に時代の流れにあれだね、流行に乗れてない私もしかして。なんかタピオカが今すごい流行ってるけど、なんかタピオカの流行にもついていけずに、あれだね、まず私はスマホを、なんか同年代の子がすごいスマホ持ち始めた時に、なんかずっとガラケー使ってたから、その時からねだんだんね時の流れは早いなと感じるようになった。えでも顔認証って怖くて、怖くない、なんか顔認証怖いわ、悪用されてしまいそう。寝てる間にこうやってさ、こうやってこうやって頑張ってやればさできそうじゃない人そう、一番いいのは、私は数字が一番いいね、パチ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 ねえあの3つなんだろうね。そのうちねカメラなんか13個とかになっちゃうかもしれないわかんないだってさカメラ増えるなんて思わないじゃん。あらしんさんハートありがとう、ハート。ゆりべでほうちゃんに音だ確かになんかなんて言うんだろうね、ほうちゃん同学年でもなんか違う雰囲気みたいな、女の子は、え、そうなのえ、それめっちゃ面白いね、なんかそうなんだ。じゃあもうカメラ顔認証ダメだねきっと。みんなだってお化粧するでしょ、出かける時とか。まあしない人もいると思うけど、する人の方が多い気がするから。ダメだ、ガラケーはなんだっけ、ガラケーってなんかガラパコスの、ガラパコスの略じゃなかったっけ。え、写真だと顔認証効かないのすごいね。怖い、怖いよ。急になんかさ、急に顔認証効かないとかないのかね。なんか急に顔変わったみたいな、それはないかそれはないか。え、指紋認証も私ね怖いと思う。指紋もなんかさ突然変わりそう私あの親指を怪我した時に一回指紋が一瞬なくなったんですよ、なんかなんか指紋認証もさ怖いよ、なんで指紋って変わらないんだろうね、不思議あれ、サイドさんハートありがとう。え、これ 5G になるとなんかすごい何が起きるの？あれ兄ちゃんも言ってたよこの前来たの。なんか私さたまに地下鉄とか乗るとさ、あの上に 3G ってあれ 3G って読むの、 3G って読むのか分かんないけどとかなるとき、まあ基本あの4って書いてあるんだけど、ずっとその 5G っていうのは一体なんだあれは5G じゃなきゃいけなくなるのかな、そしたら携帯変えなきゃいけないわ。ガラパゴスはなんかガラパゴスはもともとなんかガラパゴス諸島っていうとこがあって、なんかそこを由来にした名前ですよ。ショールームで聞いたんだ。え、じゃあ先生に教えてもらったの。
なんか社会の勉強してる時かなんかに急にガラケーの話し始めて、確かなんか教えてもらったんだよね。処理速度が、え、でもさ、え、携帯がさ生まれた時代はさ 1G だったのかな。なんかだんだんさ時代の変化につれてさなんか増えてんのかな。違うかな。 3G。 え、じゃあ携帯がもともと生まれた時は 1G だったけど、なんかそれがダメになって 2G。 なんかウケるね。で今 4G になったみたいな感じなのかな、わかんないけど。そう、なんか頭よく聞こえるでしょ。ガラパゴスなんだね。ガラパゴスかと思ってた、ちょっと。ガラパゴスね。え、 1G あったんだ。しもしも、へえ。じゃあそのうちね 106G とかなっちゃうね。これは GG。 なんでそんなこと言うんだろう。チキハト、ありがとう。ハト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 。なんかなんでガラパゴス諸島の、ガラパゴス諸島の、なんかそのあんまこれ言うでいいのか分かんないけど、そのもともとガラケーはなんかガラクタみたいなそういう意味があって、なんかそれにちなんでじゃないけどつけられたみたいな聞きました。ジェネレーション、ジェネレーションって何なんかすごい。ジェネレーションね、いつかね 106G になっちゃうかもしれないよ。そうやって、え、でもさ、そのさ G ってさ変えないとダメなのかな。だって G わかんないけどさ、今は 4G、 なんか 4G で特に不便なことないからずっとそのままでもいい気がするけどね。なんかどんどんそうやって変わっていっちゃってさ、携帯変えなきゃいけないからさ大変そうだよね、これからを生きるにあたって。大変そうだな。 106G になったら私もいつか 106G にしないと携帯使えなくなっちゃいそうだし。脳に、でも本当にどこでもドアができる時代もそう遠くないかもしれない。遠いわ。遠いか。なんかどこでもドアとか作っちゃう人出てきそうだけどね。恐ろしいや。新さん音波ありがとう。おばんです。おばんです。それは一体どんな効果があるんだ。 GPS みたいな。ずっとなんか人から発信してるみたいな感じなのかな。いやー、でもなんかそこまで来ると怖いよね。なんか逆に怖いよ。チップを、なんか嫌だねそれ。手の甲にチップ、怖い怖い怖い。だってそんなんさ、こういうことでしょ、改札通るときこういうことでしょ、怖いね。なんかそのチップ、いや怖い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 、やめようそれは、怖いよ。アップカーカージG、だってさ、ここにチップあるってことはさ、ここをさこうすればさチップ取れちゃうってことでしょ。なんか怖くないそれ。怖い。でもね、なんかすごいね、進化する、それを考える人がいるのがすごい。やっぱ頭がね、
頭がすごくいいんだねきっとね。そう今思えばさ、醤油とかもさ作ろうって思いついた人すごいよね。え、私30歳。そんな近い将来、近い将来かわかんないけど、未来はマックに入った瞬間。え、なんで怖い怖い怖い、どういうことパって。もうそれ漫画の世界の話じゃん。すごいね本当に。それを研究してる人はもう本当すごい。どうやって研究するんだろう。研究家になってみたいね。なんか気になる、どうやってやってんのか。ゆいなさんこんばんは、ハートありがとう。なんか作ろうと思ったこと、いやでも思ったことある。もし私が今なんか新しいものを作ったら、これを世の中に広めてなんか世の中を変えれるかもしれないって。いつだろう、多分ね、多分これも小学生ぐらいの頃かな、思ったけど、あの私には特に何も作れそうになかった VR ね。 VR はでも結構あるよね、もうこういうやつ。ちんしさんだるまありがとう。だるま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 。指を合わせるだけ、こういうこと。ね、もうすぐ21、あっという間だ、あっという間だ。じゃあそろそろ最近の今後の2期のお話を、今後の2期のお話って告知だね、してまとめて終わろうかねって感じだね。なんか今日はすごい話をした気がする。雑魚の話していつの間にかすごい近未来の話みたいな。タカさんアイスありがとう、アイスありがとう。とじゃあ今後の2期、9月22、4日後、明日明後日しあさっての次の日は楽遊アイドルフェスに出演させていただきます。これはあれですね、新木場のスタジオコーストの方でさせていただくんですけど、12時45分からエメラルドステージ。あれだね、このエメラルドステージはいつ以来だろう。なんか令和始まったの5月だっけ、5月1日、ん4月1日、6月1日、ん待って、令和始まったの何月1日だったかちょっと覚えてないけど、なんかその時に多分立ったとこだよね。めっちゃ雨が降ってた気がするので、12時45分からエメラルドステージ、野外のステージです。5月か、5月1日に立ったとこだね。でね、やらせていただきます。そして16時20分からなんとダイヤモンドステージに立たせていただきます。ここはあれですね、なんとね、ラグアイドルフェスのメインステージということで、緊張って感じなんだけど、たくさん盛り上げていきたいと思います。新木場ぜひ来てください。その日はまた雨予想そんなことがそうそう、令和一発目、そう9月22ぜひ来てください。そして9月23日はミックスアイドルフェスに出演させていただきます。ここの会場はなんとゼップ東京ですね、あのゼップですよ。私たちは12時45分から出演させていただきます。いやーゼップとにかくステージ広く使って盛り上げたいと思いますね。ぜひ22も23もライブあるので、ぜひぜひ来てください。あれ MX って読むんだ、愛入ってない
いやミックスかと思ってた。 MX ですね感じです。でまあ10月13日には単独公演のプレ公演、そして11月4日には恵比寿リキッドルームでの単独ライブもあります。その他の情報はぜひ公式ホームページやアメブロなどチェックしていただければと思います。てことで順位を読みましょう。まずは13位よっちゃん、12位イラレンさん、11位タカさん、10位はパラレルさん、9位はタカヒロさん、8位豆まきこさん、イエイ、7位ベルケントさん、イエイ、7で6位がセッキー、イエイ、5位がハロさん、ハロ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 、そして4位がともひろさん、ありがとう、イエイ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 、そして3位がトゥルーン、トゥデイすごい、ついに名前トゥデイになったの、ありがとう、今日、して2位がトゥルルン、しんちさんありがとう、イエイ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 、いつもありがとうございます、イエイ、そして1位がトゥルルン、なべさん、なべさん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 、ありがとうございます。チケットも購入していただいて、ぜひ11月4日楽しみにしててくださいね。ありがとう。他にもね、星投げだったりカウントだったりコメントだったり見てくれてありがとう。チケのメッセージリクエスト、あだ名いいよ、私ちょっとあんまりセンスないかもしれないけど、ドラムローラーも慣れたもんですねもう慣れたもんよ。なんかイベント2期のイベントは9月22、23とありますね。仮面ちゃんお疲れありがとう、お疲れお疲れありがとう。単独ぜひ待ってます、待ってますよ。10月13もプレ公演あるし、11月4日も単独公演あるので、ぜひご検討よろしくお願いします。1位は必ず、そうですね、白目ドラムロール、ね、ちょっと白目が苦手な人は1位発表するときは目をつぶっていただければと思いますね。そんな感じだね。まあ今日ショールーム配信できてよかったです。みんなもお仕事帰りだったりお疲れお疲れなところ見てくれてありがとうございました。サイパンさんありがとう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 、ありがとう、何時から何時からだっけ、16時とかだった気がする。単独そんな気がする。初台は13日が昼間で、多分11月4日がそのぐらいじゃなかったかな。16時、ぜひね、まあ、祝日なんで、もし予定が空いてればぜひぜひ
16時お待ちしておりますね。ということで今日の配信はこのぐらいで終わりにしたいと思います。後ろのクローゼットね、いつもパッツンパッツン、そうカバンがねいっぱい入ってるのよって感じかな。よし今日の配信は終わりにしたいと思います。それでは以上、アップアップガールズかっこにきのアミタコとニクラミでした。バイバーイ、イエイ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 、バイバーイ。